テスト完了。シミュレーター内で被験体のクールダウンを開始します。被験体 A、C、E、バイタル正常、ブロッド蓄積量すべて正常値内です。まあ、だいたい予想通りのステータスって感じですか。でも次のテストではどう数値に変化があるか。バトルシミュレーターとラケシスシステムの同期完了。第2テストいつでも開始可能です。じゃあサクサク次のフェーズに行こう。ホルト、お願い。了解。バーチャルエネミーモードスタンバイ。ダイブスタート。ここは大食堂。僕たちは一体何を。ああ、ここにいたんだね、ロア・デュ・ポワソン。リドルも一緒だったんだな。そろそろ寮長会議が始まるぞ。アズール、今日の会議で議題にするとおっしゃっていた件、資料をお持ちしました。どうしたんだい、三人とも狐につままれたような顔をして。俺たちの顔に何かついてるか。いえ、何でもないわ。行きましょう。ビル、いけないよ。そんなに無防備に背中を見せては。ルーク、突然何をするの。ジェイド、トレイ、どういうつもりだい。お忘れではないか。この学園の生徒は全員寮長に挑む権利を持っている。学園長にはすでに決闘の申請を出してあります。あんたたち、私たちを倒して寮長になろうというの。私はね、ビル、美しいものが好きなんだ。だから一度醜い行為に手を染めた君を美しき女王の椅子には座らせておけないのさ。